この占い、信じるか信じないかはあなた次第です。やりすぎたまきの都市伝説検証コーナーでございます。これ都市伝説でよかったっけ？いきなり冒頭にあれだけど。はい、今日のお題はじゃん。某青年ラブラブな写真をがね、週刊誌に載ってるのを見ましたけれども。元気っていうことで、某青年定期便でございますね。はい。これ、都市伝説コーナーでよかったんだっけ？なんかもう忘れちゃった。普通の占いなのか、都市伝説なのか忘れちゃったけど、まあいいや。うん、伝説だから。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、でお知らせ4つあって、まず、玉木の人生向上委員会では、今日の過ごし方注意点、週間運勢とかやってます。個人鑑定の空き情報も真っ先にお伝えしてます。で、もう一個のオンラインサロン、マチュールでは、こっち無料になったので、ぜひお気軽にご入会ください。で、猫チャンネルとツイッター始めたので、猫好きな方はぜひぜひ登録お願いいたします。さて、某青年、奥さんの方にこう手を回して、めちゃラブラブにくっついて歩いているところを撮られていましたけれども、いいことじゃないですか。仲悪いより仲いい方がずっといいんじゃないですかね。二人だけのね、なんか、周りにこう親族も誰もいない土地で、過ごしててラブラブいいじゃない。はい、ということで、まあ、プチ占いになるかもしれないけど、某青年元気？妻元気？某青年の総合運、妻の総合運みたいな感じで。特にイベントとか変化があるわけではないけれども、うん、某青年の最近どうかなっていう定期便です。ね、たまに気になるよね。たまに思い出すこの存在。やっぱりカバラの8の5のね、この、この存在感があるんでしょう、やはり。思い出しちゃうもんね。どうしたって思い出しちゃうもんね。どうしてるかな、みたい。どうしたって気になっちゃうのよ。良くも悪くも気になっちゃう。はい。じゃあ占いましょう。もう自分で言うのもなんだけど、本当某青年に対して、こんなに優しい占い師いる？自分で言うと恥ずかしいけど。こんなに今までさ、なんかずっと占い方とかすごい大切になんかね、してきたつもりよ、私。うん。何度も言うけど、全然、彼に対してはなんか嫌いとかはないし、なんかそう、お母ちゃんは癖があるけど、うん、お母ちゃんは闇深いけど、某青年。某青年はね、なんだろうね。ちょっと天然なのかな？なんだろうね。天然っぽく見せてる風なのかね。なんだろう。はい。某青年元気ですか？わ、ずる賢いカードが出たぞ。スパイカードが出たぞ。ハマー！わ、大変なんかズバッと出ました。ほう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 。なるほどね。まあでも奥さん一番かね。奥さん一番に過ごしてる気がする。で、なんかあったんだね。事件っていうか、なんかショッキングな出来事があってさ、ペンタクルの9の逆が向いてるからさ、なんだろうね、これ。結婚に関することとか、妊娠に関することとかでなんか、ショッキングなことでも何かあったりしてね。まあ、いろいろあるさね。いろいろあるよね。あるある。それでなんか、あとはね、警戒心がめっちゃ強くなってるけど、うん。まあでも、家族大事。家族大事、奥さん一番みたいな感じがするかな。まあ大変そうだけど、なんかね、奥さん、家族一番大事、愛してるみたいな感じで、いいんじゃないでしょうか。タワーは出てるけどね。相変わらず、毎回出るなって、また、このもう初っ端からタワーを出してくるこの感じが某青年なんだけどね。そう、だから某青年なんだけど、元祖タワー男子みたいな。元祖タワー男子、すごいね。はい、続いて、奥さん元気ですか？妻元気ですか？なんかもうさ、架空の人みたいな、ちょっと、そういう感じさえするし、かつ、こうね、今まで、長きにわたって、こう、大事に、扱ってきた私として、
ごめんなさいね、占ってると楽しくなっちゃって。申し訳ね、占ってると。これ、馬鹿にしているわけではないの。決して。なんか、やーいやーいって、思ってるわけじゃなくて、長年見てくださってる方は絶対分かってくださると思うんだけど、馬鹿にしてるわけじゃなくて、愛おしい逆に。うん。なんだろうね。うん。そう。だからごめん。だから時々なんか変な笑いとか出ちゃうんだけど、ごめんね。ごめんなさいね。面白いなと思って、なんか楽しくなっちゃう。なんか、妻元気ですか？運命の王の逆。ズバッと出ました。あ、二人揃ってなんか家族、家庭繁栄のカードが出てるから、なんか多分これは二人とも子供を望んでるんだろうね。ペンタクルの10、某青年はワンドの4がね出て、お二人とも、うん、子孫繁栄みたいな、家庭の繁栄みたいなのをさ、すごい望んでそうだなって思ったよ。あとは、妻元気。まあ、そうだ、50% くらいかな。めちゃめちゃ悪いわけではないけど、なんかいろいろタイミングが噛み合わないなとか、うん、チャンスが逃げちゃったとか、なんかそういうのもあって敗北感もあるけれど、いや、でもそんなのでめげる私じゃございません。強く進んでいくのみです、みたいな。やっぱ真の強さを感じますね。そんな感じで。まあまあ、お二人とも大変なことはあるけれど、ちゃんと前に進んで良さそうじゃない？うん。ね。で、某青年の総合運、この一年くらい。もう仕事もプライベートもごっちゃにするから。ズバッと出ました。あー、運勢、あんまり良くないかもね。良くないカードがだーって結構並んでるかも。過去にソードの3で今が悪魔。かなり、そうだね、過去によっぽどショックなことがあったんだね。何か傷つくようなことがあって。今まだそれに囚われちゃってるかな。しんどそうだね。さっきのね、冒頭の某青年元気でタワーが出たけど、やっぱ相当なショッキングな出来事があって、ね、そう、家族大事、奥さん大事みたいな。だから仕事でショッキングなことっていうより、まあ、なんか夫婦の間で何かあったんだろうね。うん。で、近い将来はいいの、マジシャンなので、なんか楽しかったり、なんだろうこれ、仕事かね、スキルアップとかさ、なんかいいカードが出てるんだけど、総合的なとこが悪いね。彼の立場がどん底カードが出てしまって、ソードの銃。今後彼の立場がめちゃ悪くなるかも。どん底にまでちょっと行ってしまうかもで、彼を取り巻く環境がすごく厳しそうなんだよね。なんかソードのキングの逆とかソードナイトの逆とか、めっちゃもう言葉とかで攻撃してくる人がいるとか仕事で、もしくはなんだろうね。まあでも情報に攻撃されるっていうと、なんかそれこそ報道とか週刊誌に攻撃される的なのはもう散々やってきたけど、またかね、報道とかそういうものに攻撃されるみたいな感じか。とりあえずとにかくこう傷つくような出来事が、彼の胸がこう痛むような出来事がちょっと今後だーって次そう騒動がいっぱい出てるので、言葉での刃でぐさぐさ傷つけられるとか、ね、情報戦でなんか敗北するとかさ、なんかそんな感じが出てて、最終結論がフールの逆。かなりなんか無謀なことを始めちゃうとか、瞑想し始めるとか、どこ行っちゃうのみたいな、その方面になんか動き出すみたいな、なんかそういう感じになるか、なんかふわふわしちゃうような気がする。うん、対策注意点ペンタクルの7なので、現実的にちょっと地に足つけていこうかみたいな感じ。若干ちょっと総合運が心配だね。うん。ふわふわしちゃいそう。で、妻の総合運。奥さん結局メトロポリタン美術館とかはどうなったの？あえてやってないのか。
いや、そんな、なんか雇われるようなレベルではやはりなかったのかな、なんだろうね。うん、はい、ズバッと出ました。ああ、またペンタクルの9が逆向いちゃった。いやあ、これなんかお母さん的な豊かさのカードなんだけど、また逆向いちゃったな。なかなか子供が難しいのかな。ねえ、なんだろう。そうね、奥さんの方は、奥さんの方もでもまあ辛いな、なんか。やっぱり過去にね、審判の逆なので、なんか結果が出なかったとかさ、なんかしんどい出来事があって、今、なんかすごいプレッシャー、むちゃくちゃプレッシャーを感じてる、プレッシャーと敗北感とみたいな、そんな感じで、すごい今しんどそうだし、近い将来もソードの2の逆でしょ？なんかバランスを崩しちゃいそうだよね。間違った判断をしちゃうとか。立場と関係はいいんだけどね、立場はさ、まあ、なんか、無知とか無謀な中でも、すごい積極性とか冒険心とか持って、やったるぜみたいな情熱でさ、突き進んでいく立場、そういうのを持ってるし、環境も、まあなんか辛いことあっても、その中でささやかなこう幸せを見つけることができるみたいな、そういう、いい環境と立場はいいし、多分これは某青年が多分ちゃんと守ってくれてるみたいな感じなのかな。それともなんだろう、日本の皇帝かな、わかんないけど、お父さんなのか。とりあえずな、誰かががっちり守っててくれる安心感はあるんだけど、だがしかしペンタクルの9は逆か。これ多分今妻が一番望んでることだよね。 C1 になりたい、これ多分お母さんになりたいみたいなのを望んでんだよね、多分ね、一番。なかなか、まあね、そうなんですよ。これが、いや、全然見当違いな、リーディングだったら申し訳ないんですけど、子供をね、人間ってびっくりするくらい妊娠しないよ。する人は、もう百発百中みたいな人いるじゃない。そういう人の方が少ないからね、本当に。いや、この話何度もしたけど、私も、ね、結婚して避妊をやめればすぐできるんじゃないかって思ってたらとんでもなかったね。何年もかすりもしないみたいな、妊娠検査薬かすったことすらないみたいな、着床の跡も見られないみたいなさ、なんだこれはみたいな、こんなに妊娠ってしないのってびっくりして、結局ね、体外受精しましたけれども、大変よね。これで苦労している世の中の女性がどれだけいるか、本当に。でもまだ若いから大丈夫よ。ね、そんな感じかな。全然妊娠のことじゃないっていうことだったらごめんね、見当違いだった、憶測だった。はい、ということでお二人のことを、某青年お二人のことを占いました。なかなか大変そうだけどね。まあみんな。大変だ。ね。みんな頑張ろうっていう感じだ。ね。生活するって大変だよね。はい。では、じゃんけんいきましょう。たまきじゃんけん。じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。